最近ですね、HSP っていうね、のがすごく流行ってまして、いわゆる敏感体質、ね、繊細さんってよく言ったりしますけど、まあ、僕もどっちかっていうとそっち の部類かなって思うんですけど、まあ、例えば空気感を感じすぎる、ね、よく KY なんか言いますけども、感じすぎる方ですね。それから人の表情とか感情とか過剰に読み取ってしまうであるとか、位置を聞いて自分のことを想像してしまう、ね、もういっぱい考えて考えて、ね、もうその目の前の快楽なんかよりもいちいち深く考えてしまって浅い話をすごく嫌ったりだとか、あと人の些細な言葉とかにすごく敏感で傷ついてしまっていつまでも忘れられないとかね、うん、わざわざネガティブな表現で今言ってます。で、今はですね、僕もそういうこういう体質っていうのをね、全部自分の長所だというふうに今は思ってるんですけれども、かつてはめっちゃ短所やだったと思ってました。で、そんな状態で、さらにですね、僕にはもう一つの別の次元の体質を持ってるんです。それが何かというと、酒が飲めない下戸なんですよ。これってね、僕にとってはもう本当に人生を左右するほどの相当なコンプレックスやったんです。これがどれだけセルフイメージを下げてきたことか、はい、飲めない人には多分これ共感してもらえると思うんですけれども、飲める人には多分一生分かんないんじゃないかな、いや分かってもらえるんでしょうねってかつては固くなに信じていました、ね、で今でこそお酒が飲めないことに対してもうあれこれ言ったりだとか強制したりだとか一気一気一気みたいなことはだいぶね、まあ、世間的に減っているんでしょうけれども、僕が若い頃はほんとひどかったです。わしの酒が飲めんのかいみたいなね、いわゆるもうドラマで出てくるようなセリフがもう先輩や上司が普通に使ってましたから。でね、もうね、学生の頃は下戸なのに無理やり一気とかさせられて何回もゲロ吐いたことがあるんですね。もう僕ね、小コップ、こんなコップいっぱいのビールを2時間かけてチビ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 飲むだけでももう頭あたりグラン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 してね、でもう超頭痛でもう顔はもう赤鬼ですわね、胃はムカムカしてもううっうっって言おうとする始末ね、もう2杯飲んだら死ぬんですよ。そんなね、そんな僕ですよ。普段ね、普段暗い人がアルコール飲んだらめっちゃテンション上がってヒェーとか言って異常にこう人が変わる人っているじゃないですか。で、僕はもう全く真逆で、アルコールはもうどんどんテンション下げていって苦行を強いるも毒薬なんですよ。で、こんな状態ですから飲みたくないんです。でも繊細だから断れない。今はね、まあ、禁酒法でね、ちょっとこう飲み会とかまあ行けない状態になってますけど、昔はね、こうやって飲み会に行ったりすると、まあ、そのファーストオーダーで、すいません、ウーロン茶くださいって言ったもんなら、周りから袋叩きなんですよ。は？お前舐めてんの？ね？え、マジで？信じられない。え、それって演技？本当は少しは飲める？飲まないの？みんな飲んでるんだよ。え？いいの？それで。こんな人本当にいるんだ。え？いいね、安上がりで。ね、金貯まるでしょう。いやー、かわいそう。なあ、松田君な、練習したら飲めるようになるって。俺だって練習したんやから、お前努力が足りんだよ。とかね。ああ、いいのいいの、松田さんも全然飲んでないんだから払わなくていいよ。わかりますか？この人の言葉、雰囲気、この屈辱感。もうね、そういう一言一言のセリフが心臓がえぐられるように感じるんです。もう飲み会の間ずっと。もうね、バカにされるのも、気を使われて優しくされるのも、特別扱いされるのも、全部傷つくんです。どんな言葉も見下されてる。って思っちゃうんですね。なので飲み会の時っていうのはもう本当ね、萎縮しまくってほとんど喋ることができません。もうウーロン茶のおかわりさえね、欲しくても口に出すことができないんです。隣のね、優しい可愛らしいお姉さんがね、
あら松田君、グラス空いてるじゃない、なんか頼もうか、ん、ウーロン茶でいい、そんな優しい言葉でさえもうね、あ、いい、大丈夫です、ね、言っちゃうんですよ、ね、もう完全に存在感ゼロ、空気になります。よくさ、飲みニケーションとか言って出世の道だとか、まあ、人脈作りにも酒を飲んで仲良くなるスキルっていうのは社会人として成果を出す、まあ、必須のスキルっていう風にプレッシャーをかけられてきたもんなんですよ。ですがそれらも僕にとっては、ね、もう今から、ね、プロ野球選手のプロテストに合格して一軍でプロ野球選手として稼げるようになるようにお前努力しろって言われてるのと同じぐらいの地獄なんです。それはね、もう飲めるようになったらどれだけハッピーな人生なんだろう、飲めるようになったらほんま友達たくさんできるやろなとか、どれだけ今まで考えていたのか、まさに飲めない、酒が飲めないということはマイノリティなんです、異端児なんです。ちなみに余談なんですけど、あの昔ね、その律令制の時代、だいぶ昔ですよ、もう僕らが生きてないところで、律令制の時代に作られた階級制度の中で、家族の人数や資産によって王侯、上侯、中侯、下侯の4つに分かれていたそうなんです。で上戸、上戸っていうのは上流階級で、下戸っていうのは最下級の家なので、何かこう祝い事だとか、こう酒の席、宴の席なんかにも階級ごとに飲んでいいお酒の量っていうのが決められていて、上戸は8瓶まで OK、 下戸は2瓶っていう風にこう制度で決められてたんですね。ですからその、 あの由来から酒飲みのことを上戸、ね、お酒が飲めない人のことを下戸っていうようになったという説があるそうなんです。ほらどうですか、お酒を飲めない人は飲める人より地位が下っていう文化、下地、土壌っていうのが日本には昔からあったってことなんですよ。もうね、飲み会が怖すぎて、その恐怖経験の蓄積から未だにね、僕も4人以上の人がいるとどう会話に入っていけばいいのか未だ分かりません。なので僕はずっと自分のことをコミュ障だって思ってました。そんな僕が今ではね、コミュニケーションセミナーの講師をしたり、人間関係論とかっていうふうなことでこう人前で喋ったりしているわけなんですよ。じゃあなぜこうなったのかって、それは下戸だったからです。下戸だからこそ人と話す、人とつながる、人と交わる、このことをずっとと思考、ね、考え、ずっと深掘りして考え続けてきたからです。人の表情、人の言葉、人の内面をずっと観察し続けてきたからです。マイノリティ側の視点に立てるからです。そして酒が飲めないことだけで酒が飲める人に劣っているという思うことがなんかもうね、バカらしくなってきたんです。実際は、まあ、酒が飲める人はほんまはね、酒が飲めない人のことをバカにしたりしてないってことに気づいたんです。いや、バカにしてるやつはいるにはいますよ。でもそれは僕とはもう住む世界が違うので、違う住人だっていうことにしてます。ガラパゴス島に住む住人っていうのは、住む景色は綺麗だろうなっていう点で、その点で羨ましいんですけど、ずっと一緒に住みたいとは思いませんやん、ね、で時代は変わりました。今の時代なんか変わってきてません？そう、ダイバーシティなんていう言葉が入ってきて、マイノリティの方がかっこよくなってきたんです。今の時代みんなと違うのってなんかかっこよくないですか？今はね、人と違うのが実は武器なんです。だから今では、え、お酒飲めないんですかって聞かれたら、もう超ドヤ顔で、まあねって言っちゃいます。そしたら、うわーかっこいいみたいな眼差しで、ね、憧れの眼差しで見られてるって、まあ、勝手に思ってます。昔は酒が飲めないということを人に隠して生きてきたんです。バカにされてると思うから。でもこのコンプレックスが今はね、こうして話のネタにできてますもんね。ウェポンじゃん。何でも弱みって武器になるんですよ。
このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。